聖杯戦争。それは奇跡を叶える聖杯の力を追い求め、7人の魔術師が7人の英霊を召喚して競い合う争奪戦。三度決着を先送りにされたその闘争に、今また4度目の火蓋が切って落とされる。アイリ、僕はいつか君を死なせる羽目になる。